ラジオサロンド国丸今週のお客様、ミスターカフヘル、山本浩二さんです。はい、お願いします。もう1週間になるんですね。なりますね。早い,いですね。はい。はい、えー、前もって言っておきます。このコーナーは録音でございまして、えー、ずいぶん前に録音取っておりますので、この時点でなんとまだカープは優勝は決まってませんが、もう、あのー、マジックはもう一桁目,目に見えてる状況で、そうです、ね。もう断定しています。えー、本当にカープ優勝おめでとうございます。<laughs> 本当にありがとうございます。 待ちに待った優勝ですね。ですよね、えー。どれだけ今の松田オーナー、喜んでるか、えー。もう悲願ですからね。<ー>はい。あのー、松田スタジアムができて、おそらく準球団で一番こう大リーグに近い球場とも言われていて、はい、で、何が素晴らしいって言えば、あの、カープファンの皆さんですよね。すごいですね。特にあのー、もうこの何年かみ、皆さんファンの人はユニホームを着てるでしょう。はい レプリカの、それがもう、まあ我々の時は考えられないぐらいですけど、今もそれが当たり前になってますよね。それからカープ女子から始まって、うもう今シーズンは連日超満員ですからね。<ー>あ,ありがたいことですね。あの、広島カープっていうと貧乏球団ってよく言われていて、で、スカウトの皆さんは素晴らしい目でこう、いい選手を取ってくる。はい、で、カープに来ました。 さあ、育って、これからカープの主力としてっていう時に、どんどん他球団に行っちゃうという。ありましたね。まあ、おそらくその、コーチさんの監督としても辛い思いをされたと思うんですけど。はい、ね。金本とかね。ねそういう時ありましたね。ねはい、そういう中で、今年のカープを見てると、はい、まあ、例えば私なんか巨人ファンで見てても、あの、センター、セカンド、ショート、このトライアングル見てると、 別にお世辞でも何でもなくて、羨ましいこと。素晴らしいですよ。<laughs> 本当に。丸、菊池、田中って見てると、あ,<ー>あれだけでお金払いたいですね。あの、特にね、菊池のその守備。はい。これはもうナンバーワンですね。これメジャー行ってもトップクラスですよ。それほど身体能力があって、肩が強くて。ですから、どれだけあの、守備で、そのチームを救ってるかっていうのは、 何試合もあるでしょうね。そ、ね、えー、えー。そして、まあ、出てった話をすれば、戻ってきた選手がいます。はい。えー、黒田博樹が戻ってきて、そして、阪神タイガースに一回行って、散々苦労した荒井選手が戻ってきて、またその、マスタースタジアムのファンが、はい、温かい拍手で迎えられた。ですね。本当に荒井から言わせれば拾ってもらったと。だから、余計、一生懸命やってるんですね。で私は、 新井が、あの、まあ、カープ入いるときの監督やってましたんで、うん、一度も褒めたことないですよ。あ、そうですか。はい、あ。うん、いい当たりしてホームラン打ってなんかしても、うん、あまり褒めたことないんですけどね。うん、去年帰ってきて、カープに拾ってもらった、うん、恩返ししなきゃいかんという気持ちがすごく前に出てる、うんですそれで、どちらかと言えば練習嫌いな方なんですよ。 やらされる方なんですよ。ええ、そうなん若い時はね。はいはい。ところが、キャンプからもう、ものすごく先頭になって練習やる。途中でくたびれるかなと思ったら、シーズン最後までやりました。初めて褒めましたね。それが去年でした。で、今年、まあ2000本ダーもかかってる。それが同じようなキャンプからの姿勢でやってるんですね。まあ、黒田もそうなんですね。黒田はメジャーから帰って、若いピッチャーにいろんなものをお手本を見せてる。 それが二人とも一生懸命やってるから若い選手が背中を見てますよねと。一生懸命さが分かるんです。それで2000本アンダー200勝。うん、これを若い選手がなんとか早く取らせたいという。うん、この二人のためにっていうのが、うん、一つの要因があると思います。優勝のするための原動力、うん、というのがあると思いますね。あの、黒田投手がヤンキースを辞めて カープに戻ってきたときに、これはもう有名な話です。他のメジャーのチームからも、破格の条件で車来てくれって、はい、それを、まあ、はっきり言って、年俸安いカープに移ったときに、はい、ですね。小ジさん、どう思われましたいや、本当に男気ですよ。21億ですよ。が、えっ、ー、と、4億でしたっけ ?4 億でしたかね。うん、普通なら残りますよね。うん、でも、やはり彼が出るときに、うん、あの、ファンの、 横断幕、声援を見て、あの、自分が限界で帰ってくるんだったら申し訳ない。働ける状態で帰りたいっていう思いがあったみたいですね。それが非常にこう、なんて言いますか、あの、好感持てるというか、これカープファンだけじゃなくて、全国の野球ファンが黒田のとこを見たんじゃないでしょうかね。えー だからあの今のカープを見てると、まあ、あの、プロ野球の解説、他の方から伺うと、もう2、3年前からカープは優勝する力はあったっていう方も結構いるんですけどね。そうですね。あの、うん、ま、練習量とか、この今の菊池丸が入って、うん、もう4年目か5年目になりますよね。うん、で、野村健次郎が監督がやって、はいはい、すごく鍛えました。はい。それいろんな細かいことまで鍛えて、チームをすごくこう、土台を作った感じしますね。うんうん、で、今の大型が、 あの、野村健次郎と一緒にベンチで二人でこう、いつも二年間ぐらいやってましたから、それがこう続いてる感じですよね。うんうん、あの、カープ市民球団として産声を上げて散々パラ苦労して赤ヘルになって、コ二さんとかキ笠さんとかスター選手が出てきて、ピッチャーだっていろんなピッチャーが出てきました、スターピッチャーも出てきましたけども、ただ外出ちゃうっていう歴史の中で、 今逆にあの、カープで投げたい、カープで選手やりたいって選手も増えてきたんじゃないですかああ、どうなんでしょうね。はい、ドラフトなんかでも、ま、ああの、断られることは今ないでしょうね。ねあの、昔はね、結構練習量きついから、はい、カープは嫌だという <laughs> 選手もいたかもわかりませんね。うんはい あの、野村投手なんかそうですよね。広陵から明治に行ってカープに戻ってきたとに、はい、戻ってきたっていうこともね、おっしゃってたけど。それと、やはり前剣が今年から抜けましたよね。その前剣抜けた穴をやはり野村祐介が、すごく頑張ってるんですよ、ね、やはりそういった自覚が出てるんじゃないでしょうかね。うん、<ぁ>なんかその、プロ野球12球団、それぞれいろんな変遷があったりとか、歴史がある中で、あの、 コウさんが赤ヘルの、まあ、4番を打っていて、そして監督になって、そして今、小方監督がまた25年ぶりの優勝っていう、その歴史の中っていうのは、なんか、脈々とこう、受け継がれているカープの血というんですかね、そういうのあるんですかね。いや、これは伝統と言いますかね。うん、あのー、やっぱり、我々の頃から、うん、若い頃からの伝統っていうのが先輩が築いてくれて、うん、そして我々がやった。うん、これはあると思いますね。うん、あの、 血脈ですか広島カープの血脈はい、はい、えー、本が出るんですよ <laughs> 広島カープの血脈これあの、はい、山本浩二さん前監督の野村健次郎さんの対談などがこうはい野村健次郎はだから25年前の優勝の、えー、半世紀前の優勝の3年,、はい、年目三年目でしたね、うん、で彼の考え方があのすごく私とこう性格似てましてね、はい 考え方も合うんで、この監督、一昨年までの5年間という監督時代もいろいろ話をしてですね、うん、あの、まあ、かわいい弟分、弟のような感じなんですよね。うん、ま、それでたまたまそれで、えー、対談形式で、この本が出ることになりまして、はい。はい、えー、現在発売中ということで、あ、えー、そうですね、カーファンそろよろしくお願いします。のみならず、プロ野球ファンの皆さん、えー、ぜひ手に取ってご覧いただければと思います。はい。 広島カープの血脈は角川から現在好評発売中ということです。<ー>はい。えー、山本孝二さん一週間お付き合いいただいたんですけども、はい、ま、今年は広島という場所にとっては、えー、アメリカ合衆国の大統領が初めて、ね、広島を訪れた、はい、いろんな意味で広島ってのは、あの、カープの優勝ももちろんそうなんですけども、あ忘れられない一年になると思うんですけども。本当ですね。あの、山本孝二さんにとってこれから、 まだまだやりたいことは、これやりたいんだってなんかありますかあのー、やはりね、まだに野球界にお世話になってます。うん、で、やはり、あの、オリンピックも野球が種目入りましたあの、野球界のその、例えば底上げとか、うん、いろんな面でやはり、その、恩返しをし,しなきゃいかんという気持ちでいますし、うん、今、名球界のリーチョもやらせてもらってます。はいえー、そういった名球界としての社会貢献とか、うん、えー、まあ野球に関することで、うん いろんな、その、恩返しができればという、うん、もう、いい年ですから、ね。<laughs> <laughs> 小気味に入りますんで。そうですよね。ねですから、まあ、少しでも、そういった野球界、背になった分、恩返したいという気持ちが、あります。はい。え、ラジオサロンドク丸今週のお客様、ミスターアカヘル山本孝二さんでした。おめでとうございました。どうも、ありがとうございます。25年ぶりです。